アナホミオです。今日は、14日火曜日。なんでこれ僕毎日何日に撮ったかっていうのを言ってるかっていうと、僕この黒い服と赤い服しか着てないんで、みんな取りだめしてるって思ってるんですよね。これノースフェイスなんですけど、この黒と赤いの毎日交代交代にこう洗ってるんですよ。洗って乾いたらそれを着てるんで、もうこの2枚、たまにこの間緑っぽいパタゴニア着てたと思うんですけど、毎回まあこれ取りだめしてるんじゃなくて、毎日1個ずつあれしてるんですよね。それでまあ昨日の夜中に僕まあ商売についてなんかこう YouTube 流させてもらったんですけど、まあ、若い人頑張ってもらいたいなと思ってるんですけど、今日まだ10時なんですけど、あの YouTube 見たよとうろうろしてるんで、まあ朝会った人に言われたのが、いやそうなんだよねと。商売やるので、まあ初めはなんか好きとか、まあなんか興味本位で商売やるんですけど、まあ結局長くやるとドツボにはまってくるのは資金繰りみたいな。毎日が決戦なんで、そのプレッシャーと言ったら、まあ、なかなか具合が悪くなると。商売やりながら、まあ、C 型肝炎やって、まあ、うちの母ちゃんが肝がんで死んで、まあ、その前に僕C 型肝炎治るかもしれないからっていうので、インターフェロンを打ちに行ってたんですよね。1週間に1回打ちに行って、打つと、まあ、熱が出て具合悪くなって家でまあ倒れるような生活してて、まあ、それから体調が変わって、随分体重も本当に当時は90キロぐらいあったんですけど、今65キロぐらいで、最高に悪かった時は47キロとか48キロぐらいだったんで、本当に今調子悪いところから少しずつ良くなってるんですけど、あんまり今でも体重が良くないと。それでまあそんな話をしながら、今日は何を話をするかっていうと、まあ、インスタでナイキのセールがすごいいっぱいあって、ターミネーター、まあ、僕たちが本当に1985年とかに発売されたターミネーターを95年96年アメリカのいろいろ靴屋の倉庫とかっていうところでいろいろ探してたわけですけど、まあ、僕なんか後発で探しに行った人間なんで、そんなにいっぱいその一箇所で100足200足なんて出てきたことないんですけど、それでもやっぱし倉庫の地下を掘るみたいな、掘ってるとまあポロポロ出てきたとか、1982年のエアホースワンのオリジナルと一緒に、例えばターミネーターがポコポコなんてあったりすると、とっても嬉しかった。まあ何回か復刻してて、ターミネーターやっと復刻したよねみたいな形になってたのが、まあ今なんかこう、まあネットでターミネーター一足5000円以下とかっていう風になってくると、とってもなんていうんですかね、なんか悲しい気持ちになってきたみたいな。これなんでこういう風なことが起きてるのかっていうと、まあやっぱし企業なんで大きくしていかなきゃいけないから、まあ、売れるもんをいっぱい売って買っていただくみたいなことを企業やんなきゃいけないんでしょうけど、なんかテクノロジーが売れる時とテクノロジーが売れなくて、まあ本当ベーシックになることあると思うんですけど、ナイキやっぱしこの頃本当にテクノロジーがなくなってきたみたいな。なんかテクノロジーあんのかもしれないですけど、本当に一般の人たちが履けないみたいなような風になってきたと。それに対して、まあ、オンとかホカとか、まあ、サルモンがどうなのか、ちょっと僕、ヨーロッパのラストなんで、ちょっと僕の足にはすごい、当たって痛いんであんまり履かないんですけど、そういった靴っていうのが出てきて、なんか履き心地とか履き心地プラス待ち履きみたいな、まあ、生活の中の一部、生活環境っていうのが随分変わってて、働くことが運動であったりっていうようなコンセプトを入れたものがなんか売れてるみたいな、スポーツはスポーツ、ライフスタイルはライフスタイルみたいな、こうボンと2つに分けちゃうところがナイキさんが売れないんじゃないのかなみたいな、ナイキが売って売れるんじゃないのかなみたいなのは、なんか働くナイキシューズみたいなのは売れるんじゃないのかなと思うんですよね。こう働くことはスポーツであるみたいな、
多分ロゴが必要で、浸透させてるブランドっていうのがこれから伸びるんじゃないのかなみたいな。その政治的なこともあって、例えばアメリカと中国が仲悪いとか、例えばまあアメリカとそのイスラムの国ってまあ基本的に仲良く見えるのかもしれないですけど、仲が悪かったりするんで、アメリカが本当になんかモンロー主義じゃないですけど、本当にこう自国、まあアメリカが一番だよと。アメリカの力を発揮したのっていうのは、まあ、1980年の終わりぐらいからグローバル化、新自由主義みたいなところで世界の安全を守る、世界の貿易がそれを守るみたいなところが栄えてたのに、まあここに来て本当に孤立主義みたいになっちゃうとなかなかうまくいかないと。そういったところも踏まえて、なんかスニーカーっていうのを見ていくってことをやる、商売を考えるみたいな、まあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございます。